私はもうこの体ゆえ諦めておりますが、この子が不憫で、伊右衛門殿、私が死んでも当分。女房のことか。すぐに持つだろうな。ではせめてこの子のために情のある優しいお人。ええ、地獄屋でやってきたからには男と寝ることは承知なはずだ。いや、待って、離して、では何かその伊勢屋とやらに仕官を頼めというのか。奥さん、見晴らさずに、奥物か。